本セミナーでは、シムリンクによるバッテリーモデリングとマネジメントシステム設計について紹介します。対象者は、バッテリープラントモデルを設計する方、またはする予定のある方、バッテリーマネジメントシステムを設計する方、またはする予定のある方になります。また、お伝えしたいこととしましては、バッテリーモデリングを効率化するためのおすすめ機能、BMS の設計に役立つ機能や手法、シムリンクモデルのモデリング手法とコード生成になります。アジェンダはこのように大きく4つのセクションに分かれています。最初にバッテリーの透過回路のモデリングについて紹介します。その次に、そのバッテリーセルを用いたモジュールとパックのモデリングについて紹介します。その次に、セルのバランス制御の設計方法について紹介します。最後は、バッテリーマネジメントシステム設計についてですが、こちらの内容については以前のセミナーで紹介していますので、ここでは概要ののみの紹介にとどめます。最初にバッテリー透過回路モデリングについてです。BMS や電動化システムの設計において、どのようなバッテリーモデルを作れば良いでしょうか。答えは、バッテリーの電気・熱の振る舞いを早く正確に計算可能な透過回路モデルです。バッテリー本来の物理モデルは、化学反応が絡むとても複雑なシステムになっています。そのため、それをまともに作ると、その物理計算に時間がかかってしまいます。また、あまり専門性が深すぎると、様々なエンジニアが取り扱うには敷居が高くなります。そこで、バッテリーの電気・熱の振る舞いに着目します。もし、電気回路のモデルをベースに構築できれば、様々なエンジニアが取り扱いやすくなり、モデルの編集や拡張もしやすくなります。従いまして、今回は、このような電気回路モデルによる近似モデルを構築する方法を紹介します。次に、その透過回路モデルの構造について説明します。透過回路は SOC 温度に応じた非線形特性を持つ外回路電圧、抵抗 RC 並列回路で構成します。素子はこのように接続します。大まかに、この抵抗は電解質などの抵抗を表しており、RC 並列回路の部分は電荷の移動や拡散によって生じる過等等を表現しています。そして、各回路パラメータは温度 SOC に応じて変わるものとします。この非線形特性を実現させるためには、このような2次元のルックアップテーブルを用います。詳しくは、こちらの論文をご参照ください。この非線形の透過回路は、電源や抵抗のブロックを使って一から組み立てる必要はありません。R2018A で導入されたバッテリー括弧テーブルベースとブロックには、すでにこの透過回路モデルが組み込まれた状態でコンポーネント化されています。このブロックのブロックパラメータに SOC と温度のルックアップテーブルの値を入力すれば完成します。RC 段数の調整や熱回路のありなしも設定を変えるだけで簡単に調整できます。ちなみにこのブロックはバージョンを追うごとにできることが増えていまして、例えば R2020B では既存のリチウムイオンバッテリーのパラメータを用いて特性を再現できます。ただし一つ注意事項がありまして、このパラメータには過等等の特性までは含まれていませんので、その部分に関しては自分で用意する必要があります。話を戻しまして、次はその透過回路モデルのパラメータ推定をする方法についてです。このバッテリーセルを高温層に入れ、電子孵化装置で一定周期のパルス電流を放電させます。そしてその時の電圧の変化を計測します。これをルックアップテーブルの温度刻みごとに行い、計測していきます。そのデータを用いてルックアップテーブルの調整を行います。ここでこのルックアップテーブルの調整について具体的なデモをお見せします。温度を20度として SOC を 0.1 刻みのルックアップテーブルとします。透過回路モデルを RC 1段で構成し、各回路素子の SOC に関する特性を調整します。もし手作業でこの調整を行うと、調整すべきパラメーターが現時点でこのように40個のパラメーターありますので、大変手間がかかってしまいます。そこで今回は最適化アプリを使って自動推定を行います。こちらがシミュレーションモデルです。このブロックがバッテリー括弧テーブルベースとブロックになります。そしてこれが制御電流源を表すブロックになります。そして、このボルテージセンサーが、そのバッテリーの電圧の変化を計測します。このシグナルエディターブロックは、この実験で得られた電流波形をインポートしています。
また、こちらのシグナルエディターブロックは、実験で得られた電圧波形の方をインポートしています。こちらがシミュレーション結果になります。この真ん中の波形のボルテージ SIM がシミュレーションの波形、ボルテージ EXP が実験の波形になります。このように初期パラメータの状態ではシミュレーションと実験の波形は異なっています。ここからパラメータ推定器アプリを使っていきます。アプリタブのパラメータ推定器をクリックします。そうしますと、このようなアプリが表示されます。次にパラメータの選択をクリックし、開いたウィンドウのパラメータの選択をクリックします。ここで EMS と R0S と R1S と Tau1S とを選択して OK をクリックします。これらのパラメータは元のモデルのこのバッテリーテーブルベーストブロックのブロックパラメータに指定されている変数になります。ここで可能な限り各パラメータで最小値や最大値を指定しておくことをお勧めします。例えば、抵抗値であればマイナスの値になることはありませんので、最小値を0とすることができます。今回はデフォルトの設定で進めようと思います。設定後、OK ボタンをクリックします。次に新しい実験をクリックします。ここでシミュレーションの出力を選びます。シミュレーション出力はこのボルテージ SIM ですので、それ以外を削除します。そしてこのシミュレーションの波形と一致させたい実験の波形をここの中に入力します。今回はこのボルテージ EXP という波形を使いますので、このように入力をします。そして次にこのプロットとシミュレーションをクリックします。これにより、パラメータ推定器アプリに実験の波形とシミュレーションの波形がプロットされますので、ここで問題なく設定できていれば、先ほどシミュレーションデータインスペクターで確認した波形が現れることになります。これで設定が完了しましたので、最後にこの推定ボタンをクリックします。そうしますと、このシミュレーションの波形と実験の波形がぴったり一致するように、この4つのパラメータを推定する操作が走ります。推定処理には時間がかかりますので、ここでは時間の短縮のため結果だけをお見せしたいと思います。こちらの結果が推定後の結果になります。この真ん中の波形を見ていただきますと分かるように、シミュレーションと実験の波形がほぼ一致していることが分かると思います。次にバッテリーモジュールとパックのモデリングについて紹介します。ここでは早速ですが、デモをお見せしたいと思います。先ほど構築したバッテリーセルを直列、並列に接続して、モジュールやパックを構成することができます。ここでは例として、セルを6直列したものをモジュールとし、そのモジュールを16直列したものをパックとします。こちらがバッテリーセルのモデルになります。先ほどと様子が異なっていますが、まずこちらのブロックがバッテリー過去テーブルベースとのブロックになります。先ほどと違って熱端子を表示しています。これはこのブロックを選択して現れるこのシムスケープブロックというタブのブロックの選択というところから、この計測あり熱端子を表示というオプションを選択すると表示させることができます。このブロックは熱対流を表すブロックであり、このように面積と熱伝達係数を指定することができます。このブロックを入れることにより、セル間の熱伝達のダイナミクスを表現することができます。そしてこのブロックが、そのセルの温度を測るブロックになります。このポートは、上位階層のサブシステムに、物理信号線を出すためのポートになります。では、上位階層を見てみましょう。先ほど申し上げましたように、バッテリーセルを6個直列にすることでバッテリーモジュールを構成します。今回先ほどお見せしたセルをこのように縦に6個接続することでそれを実現しています。ここでシムリンクに少し慣れている方は気になると思いますが、このサブシステムには左上と右下に線が入っています。これは通常のサブシステムとは違いまして、参照サブシステムと呼ばれるものになります。サブシステムを別ファイルに分ける機能を持っています。
ここで、サブシステムを選んだ状態で、このタブをクリックして、サブシステムを開くというボタンをクリックしてみてください。そうしますと、このように、別ファイルに分けられたサブシステムを単体で開くことができます。もちろん、これら6個のセルは、それぞれ全く同じファイルを参照していまして、そのようにすることで、1つの変更を全てに反映できるように設定しています。ここでもう一つ謎のブロックがあることにお気づきかと思います。このブロックですね。このブロックはバスエレメントというブロックでして、このようにバスの各要素を一つ一つポートとして表現することができます。これを使うことで、サブシステムの内部はこのように要素ごとにポート表現を行うことができまして、サブシステムの外部ではその要素をまとめたバスのポートとして一つにまとめて定義することができます。そしてこの階層ではこのバッテリーモジュールに対してセルモニタリングユニットというブロックがつながっています。このブロックではこのように各セル間の電圧を測りまして、それを出力するという処理を行っています。この2つを1つのモジュールとしまして、この上位階層ではそのモジュールの16直列を構成しています。このモジュールのサブシステムも見ていただきますとわかるように、すべて参照サブシステムになっていますので、1つを変更すればすべてのモジュールに対して変更がかかる仕組みになっています。ここでモジュールの一番上を見てみますと、コントロールテンパーチャーソースというブロックがつながっています。このブロックは一定の温度源を表現していまして、ここでは待機を表現しています。待機とバッテリーモジュールとの熱のやり取りがここで行われています。そして一番下を見てみますと、パーフェクトインサレーターというブロックがあります。こちらは断熱要素を表現しています。ここでは熱のやり取りが行われないという状態を表現しています。そしてこの16個のモジュールを1つにまとめたものをバッテリーパックというふうに表現しています。本デモモデルではこのバッテリーパックに単純な抵抗負荷をつないだ状態を構成しまして、シミュレーションを実行できる環境を用意しています。今回はこのように構成しましたが、このバッテリーパックの構成の仕方はこの一通りではないと思います。皆様のシステムに合わせて様々に作り変えていただければと思います。ちなみにご存じない方のためにお伝えしておきますが、このサブシステムが上下左右にポートを出せるようになったのは 2020A からになります。 2020A 以降はこのようにポートをクリックしてドラッグすることで好きな場所にポートを置けるようになりました。物理モデルではこのように上下左右にポートを出すことで綺麗にモデリングすることができるようになります。ではここからシミュレーションを実行していきたいと思います。ただシミュレーションの実行前に、ここでコンフィギュレーションパラメータの設定を行います。このモデルはこのように設定されています。ソルバーは可変ステップの DAESSC というソルバーに設定されています。シムスケープのシミュレーションをする際にはぜひこのソルバーをお使いください。そしてここで絶対許容誤差をデフォルトではオートですが 1E-3 に設定します。そして絶対許容誤差を自動的にスケール、こちらのチェックを外しておくことを推奨します。そしてもう一つ忘れずに、このシムスケープというセクションでシミュレーションデータのログ記録を全てに設定し、データをシミュレーションデータインスペクターに記録にチェックを入れておきます。こうすることでシムスケープの実行結果をデータインスペクターで見ることができるようになります。こちらが実行結果になります。左上が抵抗にかかる電圧、左下が抵抗に流れる電流、右上がバッテリーの一番上のモジュールの一番上のセルの SOC の推移、右下が一番上のモジュールの1番目と6番目のセルの温度になります。このように電流が流れることで SOC が減少し温度が上昇するという様子がわかります。この波形はシムスケープの物理パラメータを表示しています。このようにシムスケープの物理パラメータはすべてログされており階層的に表示されています。
そして、このパラメータを右クリックして、モデル内で強調表示というものをクリックしますと、その該当するブロックを強調表示することもできます。次にセルバランス制御の設計について紹介します。バッテリーセルを直列接続した時の注意点を考えてみます。一つには、もしセル間の電圧にばらつきがあると、充放電できる電圧の範囲が狭く、劣化の原因になるということが考えられます。例えば、SOC にばらつきがあるとき、充電時に最も充電量が大きいセルが先に満充電に到達します。このとき無理に充電しようとすると過充電となります。放電の場合も同様です。過充電、過放電を起こさないように充放電をすると、実際に使える SOC の範囲が狭くなってしまいます。そこで、セルバランス制御を行い、このばらつきをなくすことができれば、劣化をなくして、広い充電範囲でバッテリーを用いることができるようになります。具体的な実現方法について簡単に説明します。様々な方法が考えられますが、ここでは電圧の高いセルはスイッチをオンして抵抗で放電して、電圧を下げて他のセルと揃えるということをします。このようにセルがあったときに、各セルの電圧を検出します。その検出した電圧をセルバランス制御器に与えます。セルバランス制御器が、この抵抗とスイッチングデバイスがつながったこの回路に対してのオンオフを行いまして、電圧の高いものから放電をさせていって、セルの電圧を揃えるということを行います。それでは、このセルバランス制御の実装をデモで紹介します。各セルの SOC にばらつきを与えた状態からスタートし、低電流で充電をしている際にセルバランス制御を実行します。その時の実行の様子とその効果を確認しようと思います。再びこのバッテリーセルモデルの登場です。先ほどのデモモデルと全く同じものになります。今回は少しややこしいことをしているのですが、このセルの参照サブシステムをライブラリーモデルから読んでいます。ライブラリーモデルはこちらになります。ライブラリーというのは、共通した処理を一つのサブシステムにして、そのサブシステムを他のシムリンクモデルで使い回せるようにするシステムになります。参照サブシステムと非常によく似ているのですが、ライブラリーモデルファイルの中に複数のサブシステムを置くことができて、それぞれを別々のシムリンクで使い回せるようにすることができます。また、ライブラリーの方では、このブロックにマスクをかけることができまして、このように、このライブラリー共通化したブロックに対して、この内部のみのローカルのパラメータの設定を設定させることができます。この機能を使うことで、今回は各バッテリーセルに対して別々のパラメータを指定できるようにしています。参照サブシステムを使いながら、別々のパラメータをマスクで設定できるようにするための、このようなちょっと複雑な構造になっています。それでは、バッテリーのモジュールを見ていきたいと思います。今回は、先ほどのデモとは違って、セルが3つつながっただけの比較的シンプルな構成になっています。このそれぞれのセルで、先ほど申し上げた通り、別々のパラメータを設定できるようにしていまして、違うところは、バッテリーの初期 SOC の値になります。このバッテリーセル1がイニシャル SOC の1、2が2、で3が3という値を採用でき、使えるようにしています。で、その値を見てみますと、このように0.2と0.22と0.24という値で、それぞれセル1、2、3に値を振っています。次に、このセルの隣につながっている、このディスチャージセルというブロックが、このように、放電抵抗とダイオードとスイッチング用の回路素子を直列につないだものになります。このディスチャージシグナルという信号からオンオフ信号を受け取って、このセル素子がオンオフを行います。そして、セルの電圧はここで計測していまして、制御器の方に値を送っています。
それではプラントモデルの全体の構成を見ていきたいと思います。このようにバッテリーセルを3つ直列につないだものを1つのパックとしまして、こちらが電流源となっていまして、この電流源に接続されているという構成になっています。この電流源は入力が電流指令値が一定の制御電流源になっていまして、一定の電流でずっと充電されるという構成になっています。このディスチャージシグナルというのが制御器から与えられるオンオフ信号になります。で、こちらのセルボルテージが制御器に渡される電圧測定値になります。次に全体図を見てみます。プラントモデルに対しての制御モデルの接続はこのような構成になっています。このコントローラーを表すサブシステムは四隅に線が入っています。これは従来からある参照モデルという機能で、別のモデルファイルを参照して呼び出すことができる機能になります。参照サブシステムとの違いとしましては、参照モデルの方は、その呼び出し先のモデルは独立して実行できるモデルになっています。参照サブシステムのモデルは単体では実行できないモデルになります。では、制御モデルの中身を見ていきたいと思います。こちらがその制御モデルのになります。制御はステートフローで構成をしています。ステートフローのモデルの中身はこのようになっています。まず最初の初期状態から、条件を満たしたら、このバランシングの状態に遷移します。ここではもちろんセルのバランスが発生、セルのアンバランスが発生したタイミングで遷移します。で、アンバランスが発生したときに、どのセルが電圧が大きいか小さいかというところで、またこの個別の状態に遷移するようにしています。例えばこの S1、S2 に遷移した場合は、この S1、2に対して放電を行い、3には放電しないという設定を行います。で、今回セルが3種類ですので、この3つの放電パターンが存在しているということになります。それではモデルを実行しまして、その結果を見ていきたいと思います。このモデルを実行するとこのような結果が得られます。この左上の波形が各セルの電圧で、左下が各セルの SOC になります。右上が各セルに対するオンオフ信号、放電のオンオフ信号になります。右下がステートフローの各状態、その時の各状態になります。このように最初はこの一番下の電圧、セル1が一番小さくて、2番目、3番目のセルが充電されていますので、この上2つが放電されるような形で推移します。ここを見ますと、S2、S3 がオンという形で推移していきます。で、電圧がバランスしていきますと、ここで頻繁に状態が切り替わっていますが、オンオフが切り替わりながら、必要に応じて放電をしていきまして、最終的にどんどんこの3つの SOC が一致していくという動きが見て取れます。そして、この制御モデルはコード生成にも対応しています。ここで、コンフィギュレーションパラメータを開きまして、このコード生成というところで、このシステムターゲットファイルを ERTTLC に設定します。これはエンベッドコーダーでのコード生成を行う設定ファイルになります。こちらを選択して OK を押してください。この設定のもとで、コントロール B のショートカットを押しますと、モデルのビルドが始まりまして、コード生成が行われます。コード生成が終わりますと、このような形で C コードが生成されます。この C コードが先ほどモデルにありましたステートフローのチャートブロックの処理を表しております。ここで一つ便利な機能を紹介したいと思います。この制御機能を作っていく際に、ある特定の入力を与えて、その入力に対する出力を見ることで、
正しくこの制御機能を構築できたかどうかを見たいという場合があるかと思います。その際に、プラントモデルからその特定の出力を作ろうとしたときに、難しい場合、作りにくい場合に、テスト用、このコントローラーのモデルだけをテストするためのテスト用モデルを作りたいと思う場面があると思います。その時に、Simlink テストというツールボックスのテストハーネスという機能をぜひ活用してください。ここでは時間の都合上、細かい使い方に関しては割愛させていただきますが、テストハーネスを使いますと、この制御モデル用の別のテスト用モデルというものを作ることができます。例えば、このような形で作ることができます。で、これに対して何らかの入力を自分で作って、その出力を見るということができます。例えば、今回のテストハーネスの動きはこのようになっています。このように、セルの入力電圧の値を振るったときに、ちゃんと状態が遷移しているかどうかというのを、プラントモデルにつなぐ前に確認することができます。最後に、バッテリーマネジメントシステム、BMS の設計について紹介します。BMS に要求される機能は非常に多種類で複雑なものになります。例えば SOC、SOH の推定機能や、過電流、過電圧、温度異常時の保護機能、状態遷移機能や、今回紹介しましたようなセルバランス制御機能などが必要になってきます。そして BMS はソフトウェアとハードウェアが組み合わさった複合的なシステムであり、システムで見た場合でも複雑になります。このように、ハードとソフトの開発を連携して行っていかなければいけません。このような場合には、モデルベース開発 MBD が有効になります。マトラボシムリンクは MBD を行うための機能が非常に充実しています。こちらの V 字モデルは、マスワークスが想定している MBD の V 字モデルになります。この各設計フェーズはもちろん、この設計を検証する MILS、RCP、SHIELDS、PILS、HILS も効率的に行うための機能が非常に充実しています。従いまして、ぜひ MATLAB を活用していただければと思っております。今回は時間の都合上、詳細は割愛します。詳しくは過去に行いましたセミナー動画、BMS バッテリーマネジメントシステムのモデルベースデザインという動画をご参照ください。この動画では、このようにシステムのシミュレーションに関して詳しく説明をしています。中でも、先ほど少し紹介しましたシムリンクテストの一つの機能であるテストマネージャーと、要件を管理することができるシムリンクリクワイアメンツを組み合わせた開発のフローを効率化する機能について紹介をしております。また、BMS バッテリーマネジメントシステムの先進アルゴリズム開発という動画もあります。こちらはバッテリーの SOC 推定をカルマンフィルターで行う方法について、便利な機能やワークフローについて紹介しています。こちらもぜひ合わせてご確認ください。最後にまとめになります。まず最初にバッテリー透過回路モデリングについて紹介しました。バッテリー透過回路の背景と、そのモデルの各パラメータを推定するための便利なアプリについての紹介を行いました。そしてそのセルを使ってモジュール化したりパック化したりするための便利な機能についての紹介も行いました。次にセルバランス制御の設計方法について紹介しました。ここでは制御機能の便利な設計方法やコード生成機能についての紹介を行いました。最後に BMS 設計の概要と参考となる資料についての紹介を行いました。本日紹介したデモで用いたツールボックスはこちらの表にまとめています。例えば、バッテリーブロックに関してはこの Simscape Electrical に入っています。パラメータ推定の便利なアプリは Simlink Design Optimization の機能になります。テストハーネスの機能はシムリンクテストの機能になります。また、コード生成はこちらのエンベッドコーダーの機能になります。詳しいことはこちらのそれぞれのツールボックスのドキュメントをご参照ください。では、以上となります。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。